皆さん、今日は8月9日、長崎に原爆が投下されてから65年目を迎えます。私たちは原爆で亡くなられた多くの方々のご冥福を祈り、今なお後遺症で苦しみ続けている被爆者の方々を励ますために、そして核兵器のない平和な世界が実現されることを心から願って、国の内外からお越しの皆様の参列のもとに、ただいまから被爆65周年長崎原爆犠牲者慰霊平和記念式典を行います。私は長崎県立長崎工業高等学校3年の山下香奈です。私は長崎県立長崎工業高等学校1年の田島義孝です。長崎の平和への願いを受け継いでいく若い世代の一員として、今日はこれから2人で式典の進行をさせていただきます。黙祷。世界の皆さん、不信と脅威に満ちた核兵器のある世界か、信頼と協力に基づく核兵器のない世界か、それを選ぶのは私たちです。私たちには子どもたちのために核兵器に脅かされることのない未来を作り出していく責任があります。一人一人は弱い小さな存在であっても、手を取り合うことにより政府を動かし、新しい歴史を作る力になれます。私たちの意思を明確に政府に伝えていきましょう。世界には核兵器廃絶に向けた平和の取り組みを続けている多くの人々がいます。長崎市はこうした人々と連携し、被爆地と心を一つにした地球規模の平和市民ネットワークを張り巡らせていきます。それでは市政記者クラブを代表して、読売新聞社の寺垣記者から質問をお願いいたします。読売新聞の寺垣と申します。はい、先ほどですね、NPT の再検討会議で首相外相が欠席され、日印原子力協定の交渉で被爆地では政府に対する不信感が高まっています。先ほど首相はですね、核の傘が必要のない世界が必要だというお気持ちを述べられましたが、実際にNPT の維持強化や核兵器廃絶に向けて、より具体的にどのような方策を取るべきか、お考えをお聞かせください。まずNPT のこの再検討会議は5月畑山政権下で行われて、福山副大臣、外務副大臣が出席をしております。まあ、その時点で、国会開催中でありましたので、多分副大臣が大臣に代わって出席されたんじゃないかと思っております。で、我が国としてですね、もちろんその原爆の惨禍を二度と繰り返してはならないという基本的な立場
核軍縮に向けた、強い思いは従来から今日まで変わらないで持っているところです。そういう意味で決してそのこの問題に、不熱心ということではなくて、熱心に対応してきているということはぜひご理解をいただきたいと思います。NPT 未加盟のインドとの原子力、協定の交渉について、この交渉を進めるにあたってもですね、核軍縮、核不拡散の視点に十分注意を払って、インドにもそうした NPT への参加、あるいは少なくともですね、そうした共通の姿勢を持つような、そういう働きかけを強くしていくという姿勢で臨んでいると、そういうことです。次に総理同行記者団を代表してテレビ東京の植木記者から質問をお願いいたします。それでは内閣記者会から質問させていただきます。広島の会見では核抑止力は必要だと発言されています。一方で今日は核兵器をなくするために全力で努力と発言されています。先ほどの被爆者団体からも指摘があったように、この2つの発言は相反しているように思われます。今後核問題についてどのように世界の中でイニシアチブを取って活動していくお考えでしょうか。核兵器をなくする、あるいは核兵器のない世界を目指すということと、そうなれば核抑止力は必要なくなりますから、そういう意味で核抑止力を必要としないような核兵器のない世界を作りたいと、こういうことを申し上げているわけです。で、現状は残念ながらまだそういう状況にはなっておりません。もちろん我が国自身は非核三原則の原則を守っていきますから、ただ北朝鮮の核開発を含めてですね、残念ながら現在は世界から核はなくなるという状況には、それを実現していませんので、そういった意味で残念ながらまだ核抑止力が一切それに何て言いましょうか、頼らないで済む、そういう世界を目指すけれども、まだそれに至っていない中ではですね、そうした必要性は将来なくしていきたいとは思いますが、現在はそういうことを考えざるを得ないという、こういう趣旨で申し上げました。次ですけれども、核三原則の構成化というのはもう総理の責任でやらないんでしょうか。非核三原則の法制化については、まだ私も政権担当して2ヶ月ですので、これからどういうこれまでの経緯を含めた議論を含めてですね、私なりに検討してみたいと思っています。もうちょっと上手くなりますけどね。どうも、総理大臣の菅直人です。どうも、今日はありがとうございます。いやいや、こちらこそどうもありがとうございます。